もしも高級フレンチレストランに宿泊できて、お部屋には温泉がついていて、豪華な朝食まで用意していただけたら最高ですよね。そんな素敵な夢がすべて叶います。静岡県にあるアルカナイズさんに宿泊しました。場所は中伊豆の修善寺の方にあります。先日の浅場さんの近くです。駐車場にはテスラの充電器が。社会感度の高そうな感じにお宿への期待が高まります。今回もお部屋、夕食、朝食の順にご紹介していきます。全部で16室あるお部屋は、すべて源泉かけ流しの専用露天風呂があり、バトラーさんがついておもてなしをしてくださいます。今回はリバービュースイートというお部屋に泊まりました。お部屋の中でチェックイン、そしてチェックアウトまでお部屋の中でしていただけます。今後は料金もご紹介しようと思います。一泊二食付きで一部屋2名分の料金96,900円でした。向こうにはこの客室の露天風呂が見えます。ウェルカムドリンクとウェルカムスイーツが凝ったものでとても美味しかったので、今からお食事が楽しみでたまりません。ベッドはセミダブルサイズが2台です。コーヒーとティーのセットはこんな感じです。ネスプレッソをお持ちの方はお分かりになると思いますが、リッチなタイプのカプセルが用意されていました。ビールもハートランドというところがなんだかいいなと思いました。洗面所とトイレは清潔感があり、三面採光のため明るい空間になっています。アメニティはそれぞれ環境に配慮されたこだわりのものといった感じがしました。ラーカスタのボディミルク、 LED のメイクアップミラー、リーフ&ボタニクスのアメニティ、豚毛のような歯ブラシととても低刺激な歯磨き粉、ラーカスタのハンドソープ、アメニティの小物は基本的なセットです。シャンプー類もラーカスタで統一されています。美味しい空気の中で自然を感じながら入る温泉は格別でした。ここからは夕食をご紹介します。グラスのシャンパーニュの選択肢が3種類もあるなんてすごいですよね。高い天井に大きな窓、目の前には木々が茂っています。アミューズがすごく可愛い木に乗ってきました。このイラストはシェフの手書きで、木の部分もシェフの手作りだそうです。
さつま揚げのように仕立てたお料理、アマゴのエクレア、エビをクレープ生地で巻いたもの、アマギシャモのタンドリーチキン風、金目鯛と菊芋。こちらが菊芋です。置いてあるワインも美味しかったです。赤座エビと黒ニンニク、フォアグラとパースニップを使ったお料理は2品用意されていました。まずこちらはフォアグラの入ったラビオリにパースニップの香りを移したコンソメをかけたもの、もう一品はソテーされたもの。ちなみにパースニップというのはこちらのお野菜です。この地域の名産である黒米とマッシュルームを揚げたもの。オープンキッチンなので調理している姿が見れて楽しいです。目の前で焼かれていたサワラと白子はこのようなお料理になりました。メインディッシュは3種類から選べます。こちらは伊豆牛、彩りもとても綺麗ですね。こちらは天城の鯉の獅子、バトラーさんも一押しだったので選びました。全く臭みがなく美味しかったです。食後酒も充実の品揃えです。デザートは紅ほっぺとココナッツの一皿と、続いて柑橘、ショコラ、キャラメルのお皿が来ました。最後にお茶菓子です。この木の入れ物も手作り感があって可愛かったです。おはようございます。プランなどにもよると思いますが、今回チェックアウトが13時だったため、とてものんびりした朝を過ごすことができました。さて朝食です。8時から11時の間の入店で好きな時間を選べます。ちなみにルームサービスはお昼12時からなんと深夜3時までご対応していただけるというので驚きです。建築デザインも素晴らしく、大きな窓からフルスクリーンで望む自然がエネルギーにあふれていました。卵料理はこのような調理法と具材から選べます。茶香炉を使用することで香り高く仕上がるほうじ茶風味のドレッシング。卵料理は出来たてが供されます。テーマは森の中のピクニック。こんな朝食は見たことがないと出てきた瞬間から大興奮でした。お味もそれぞれが完璧に美味しく、レベルが非常に高かったです。こちらの卵料理はスクランブルエッグで、具材はリュッスです。このチャンネルではイートとトリップを合わせたイートリップをテーマに、美味しいお食事と旅をご紹介しております。動画が良かったらいいねを押していただけますと非常に励みになります。
チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。